はい、皆さんこんにちは、ザッピーです。今日はアイコールヨーネームの曲のトピックでございます。ジョン・レノンが作った曲ということなんですよね。でこれはね、僕の感想からすると、ぶっ飛んだ曲なんですよね、本当に。人それぞれの感想があるでしょうけど、僕はもうぶっ飛んだ曲にしか聞こえないんですよ。詳しくはね、ちょっとこれからやりたいんですけれども、普通こうパッと聞くとですね、とてもこう軽快なロックンロールのリズム感っていうか、で歌もブルージーでかっこいいなとこうね、聞きやすい部分もあるんですけれども、曲の中でぶっ飛ばせてくれるんですね。それをちょっと今日いきたいと思います。はい、どうぞ。こちらなんですけれども、まず順を追ってですね、この曲の成り立ちから振り返りたいと思うんですね。はい、でぶっ飛んだ曲ということなんですけれども、でジョン・レノンがですね、1980年に語ってるまず、談話があります。あれは俺の曲だと、ビートルズも何もない頃できた曲だということで、ブルースっぽくしたけれども何年か後にアルバムに入れるためミドルエイトを作ったと。最初の部分はハンブルグ以前に作ってあったということですね。最初の頃の曲の一つということで、ハンブルグに行く前ですから1959年、それ以前ということだと思うんですね。かなり初期ですよね。ポールも当然かなり若い頃から作ってたんですけれども、ジョンの中ではとても、ジョンのね、こう黎明期みたいな曲の一つだと思うんですね。最初から出来上がってるわけではなくて、そのミドルエイトは後で作ったということなんですよね。その僕が言ってるそのぶっ飛んだところっていうのもおそらく後で作ってると思うんですね。それはちょっと後でまた話をしたいんですが、補足からいきたいと思います。これはジョン・レノンの談話ではないんですけれども、情報としてはこんなことが伝わってるっていうことを雑誌の方で書いてあるっていうことですね。ジョン・レノンはこの曲をビリー・ジェイ・クレーマーのレコード用に提供したが、その結果には満足できなかったようだということですね。で、代わりにビートルズのハード・デイズ・ナイトにも入れる予定だった、入れることを検討したということなんですね。ちょっとこれは僕も初耳ですけれども。ですが、結果ビートルズはですね、カウベルが聴いている You Can't Do That を選んだ。これすいません、キャになってますね。You Can't Do That を選んだということですね。そういう流れがあるらしいんですね。で、まず一つはですね、これジョン・レノンがビリー・ジェイ・クレーマーにあげたんだけれども、そっちは気に入らなかったということなんですけれども、これ一応下の方にリンク貼っときますね。ビリー・ジェイ・クレーマーの作品というか作った方も、当たり前にビートルズの方がいいですよ。当たり前なんですけれども、ただこれはね、僕はね、個人的には結構聞けます。ビリー・ジェイ・クレーマーってどっちかっていうとこうソフトになっちゃうんですけれども、大抵の場合ね。これは、かっこよく仕上がったんじゃないかなと思います。ギターもドラムもなかなかこうね、タイトに入っていて、ボーカルも頑張ったなと思いますし、なんでジョン・レノンが気になかったのかはちょっとわかりませんけれども、もちろん自分の方がいいのは当たり前ですけどね、やれば自分の方がうまくできるのは当たり前なんですけれども、ごめんなさい、僕はビリー・ジェイ・クレーマーは本当にそんな詳しく知らないですから、ですが知ってる中ではよくできてんじゃないかなっていうことなんですよね。はい、というのがまずはね、大体の流れでこういう風になってる曲なんですけれども、で今日どうしてもね、話をしたいっていうのはそのぶっ飛び部分なんですよね。この曲を聴いて普通どうですかね、ぶっ飛んでるっては感じないかもしれないですね。僕はちょっと異常なのかもしれないんですけれども、どこがぶっ飛んでるかっていうと、この曲のですね、1分ぐらいだったかな、とにかく途中でギターの感想が出てきますよね。ギターのソロの部分ですよ、リードギターで。そこのところでリズムがガタッとガラッと変わりませんか。どうでしょうか、聞いてておかしいと思いませんでしょうかね。思わない方もいらっしゃるかもしれないですね。僕はね、すごいそこでなんかこう拍子抜けするぐらいにリズムが変わっちゃって、最初すごいびっくりしたんですよね。でもどう言っていいか分かんなくて、どう説明していいか分かんないわけなんですよ、その子供の頃ね、聞いてて。で、
もちろん後になってくると、だんだんこう自分なりにこう解釈していったわけなんですけれども、で、とにかくリズムはですね、ずっと4拍子なんですよ。だから4拍子は変わんないんですよ。でもジョン・レノンがよくやる変拍子っていうのは、4拍子だったのが、例えば4分の 5拍子になってみたり、4分の7拍子になってみたりするので、その拍数がずれるので、そういう変拍子はよくわかるんですよね。あ、またジョン・レノンやってくれたわと、それもナチュラル感でね、別に考えもしないでやってくれたわと思うんですけれども、これは何て言っていいかわかんない、あのギターリードギターパートのとこですね、っていうのは同じ4拍子がずっと続くので、あのでだんだんこう自分なりに、あのこれは僕のね、僕の意見ですよ。僕が感じてる意見なんで、感じない人は全く感じないで構わないと思うんですけれども、僕がそれを解釈したっていうのは後々になってですね、これ4分の4拍子で同じなんですけれども、リズムの中身が変わってるんですよね。どういうことかっていうと、これロックンロールで来てて、やっぱり8ビートに近いわけですよね、ロックンロールのリズムですからね。ところがこのリードギターのパートのところは、4ビートになってんですよ、僕の感覚だと。だからおかしいんですよね。で、まあ、例えば8ビートのロックンロールだとすると、 I call your name、 こういうリズムになってるじゃないですか、ね、だけどリードギターのパートになると、それがこのハイハットの、このハイハットの刻みがですね、こんな風な刻みになるんですよ。これって8ビートロックンロールの雰囲気から突然4ビートに変わってんですよね、僕の解釈だとね。でロックンロールのリズムっていうのはこうバックビートで出てくるわけですね。だけど4ビートになると、むしろですね、こうジャズっぽい感じになってきて、どっちかっていうとビート感よりもシャッフル感とか、あのスイング感みたいなのが出てきやすくなっちゃうんですよ、感覚的にね。僕は特に4ビートを聴くと、まあ、ジャズやってるもんですから、そういう感じで聴いちゃうんですよ、リズムが聞こえてきちゃうんですよ。なのでここでロックンロールでやってきた雰囲気のものがですよ、突然僕にとってはジャズに変わった雰囲気になっちゃってんですよ。それですごいおかしい感じを受けたわけなんですよね、きっとね。まあもちろん子供の頃からジャズも聞いてたので、なんでこんな風に突然違ったタイプの音楽が入ってきてんだろうと思ったわけなんですよ。普通のね、変拍子っていうのはロックンロールならロックンロールで、8ビートなら8ビートの中で今度はあの拍数を変えたりして、タイプが変わるわけですけれども、ここではそのビート感そのものが変わっちゃってるんですよね。なのでそのリードギターのパートがどうしてもこうノリじゃなくて、こうスイング、シャッフル、そういう感じに聞こえてきちゃうんですよね。まあ、極端に言ってしまうと、極端な話ですよ、ロックンロールとジャズが混ざってるような音楽に僕は聞こえちゃうんですよ。分かっていただけると嬉しいんですけど、まあ、こういう人間もいるっていうぐらいに聞いておいてください。これが正しい解説かどうかなんて分かんないですよ、人それぞれなんでね。ただ僕はそう聞こえてるわけなんですよ。なので僕にとってはこの曲は強烈にぶっ飛んだ曲で、ジョン・レノンがまたやってくれたという感じの曲だったわけなんですよね。まあ、ですが本当に子供の時聴いたこの曲でそういう体験をしたんですが、こんな風にロックンロールのビートとですね、それから、ジャズのビート感、4ビートが混ざった曲なんて僕他に聴いたことないですよ、長年生きてきて。あるかもしれないですけれども、これだけですよ、僕が知ってる限りではね。まあ、僕が聴いてる範囲なんで狭いですけどね。でもそのくらいやっぱりまたまたジョン・レノンがぶっ飛んでくれて、とんでもないことやってくれてんなと思ったんですよね。この人の感性って言葉とか理論では絶対言えないですね。あの曲の最後にね、こういう感じで違う曲が入ってくるっていうんだったらなんとなくわかるんですけどね。まあ、例えばポール・マッカートニーがですね、フラワーズ・イン・ザ・ダートっていうアルバムの中で I Want Her To っていう曲があるんですよね。でその曲は最後になるとこうフェードアウトしていくところでジャズ、オーケストラジャズの4ビート演奏に変わっていくんですよ。でそういうなんかね、あのつなぎ方ならあると思うんですけれども、ジョン・レノンのように1曲の中に
全く違った感性のリズムを2つ入れてしまうというのは僕にとっては反則ですね。もうわけわかんなかったですよ。今はねもう慣れてきて、いやジョン・レノンのことも理解してますからいいんですけれども、これはびっくりしましたね。はい、そういう僕なりの経験のある曲でした。失礼します。